ベンジャー続きやっていこうと思います。今回は推奨レベル14というところで、全員を23以上にしました。しかも、ジュヌビエーブに関してはレベル31っていうところでね、もうガンガンレベル上がっている中、早速出撃していこうと思います。なんだ、団長、援軍を要請すべく出た帝国兵が捕まったようです。貼り付けにされている綺麗に大っていう字に点点点点点、レッシフォーゲルシュタルク、名前があんのか、ちゃんと見せしめかよ、らしくもねえな。あ、右のあの女の子だ、新キャラの弓の人、あいつが強い、弓じゃないか、銃の人かな、あいつが強いんだよな、本当に強い。貴様は助けてやろう、仲間になんのかな、どうなんだろう、城塞同胞早く来や、なんていう、俺のことは構わずみたいな持ちこ、あ、やっぱりだ、ここが少年バゾ。今の帝国はこれなんだ、金に目がくらんだ愚か者ばかりだと思っていたが、まあ、ちなみにあのプロ野球選手の金子は金に目がくらんでますね。オリックスの時6億円ももらってたもんな。逆賊どもに災いあれ、撃て撃て、おお撃った、おめでとう団長。おう、今日はいつものはなしだ、いらねえだろ。なんだ今、あ、そっか、あれか、金が欲しいかのやつね。あれ、いつもやってんだ。女王を守り通せ。あ、こういうマップになってんのか。あ、ここちょっと難しそうだな。ちょっとマップ確認したいぐらいだな。新しく仲間になったのが、このジェラールってやつと、ナオミっていう、なんかいかにもモブっぽい見た目してるんだけど、こいつがね、強いのよ。誰にしようか、全員入れないもんな。参加できないもんな。参加の人数決まってんの寂しいな、これ。これしゃあないな。ブランドン、これ今回引いてもらうか。これでいこうか。しょうがない。ブランドン使いたかったんだけどな。選ばれし公認。急げよ、時間をかけると手間が増えるぞ。ちょっと確認し、マップ確認したいな。これできないかな。あ、できるか。縄文から入って、階段登ってか。あいつら降りてこないよな、階段。ああ、向こう動かない。向こう動かないわ。座して待ってる。マジか。どういう風に動こうかな、これ。やっぱ俺から乗り込まなきゃいけないか。ああ、敵の大将も降りてきてるわ。せっかく上にいたのに。ガンガン下に降りてきてんじゃん。じゃあ結局この門の前で戦うことになるのかな、じゃあ。何なんだこれ、上のスペース意味あんのかこれ。後からそれとも誰か来んのかな、上の方で。じゃあ乗り込むか、これ見づらいな、ここ乗り込んで、アサルトピアス、これ行こうか。ちょっと武器変えたんだよね、邪魔だ。少し武器を変えました。見えねえ見えねえ見えねえ、遠くからここら辺から撃ってみるか。じゃあ早速ヘビーシュート打ってみっか。一人ずつ倒していこう。撃ちます。割とクールクールレイディーナオミ、名前的に。ああ、やっぱり来たね、やっぱり来ましたね。おかしいと思ったんだよな、なんかおかしいぞっていう、なんだか嫌だなーっていう感じしたんだよな。これビクター後ろじゃねえな、これ前だな、これ前行った方がいいな、これ。こうなってくると。サンダーストライク。強肩の相手した方がいい、絶対。そうだ、アメリアのね、新しく手に入れた武器。この、アサルトピアス。直線上複数だから、これあれだよね。二人倒せるってことだよね。二人攻撃できる。あ、強い！いい買い物したわ、これ。で、ナオミどうしようかな。ナオミ遠くも攻撃できるかな。いや、でもね、どうしよっか。近くの敵を倒すか、遠くの敵を倒すか。どっちにしよっかな。難しいところだな。素直に。いや、こっち行くか。あとでどうとでもなりそうだからな。遠くの敵は。侵略者同盟。俺と団長がゲレツクネヒトがいる限り好き勝手にはさせんぞ。これ噛めずに言えるのかな、毎回ゲルツクネヒト。今ゲリって言いそうになったもんな。
アサルトビアス、これ使おう。これ強いな。みんなアサルトピアス部隊になってる。うちマジで言ってんの。うわ、久々に来た、久々に来た、久々、江戸国町で言うなら久々。何勝以来だ。あ、やべやべ、体力管理早速ミスった。体力管理ミスった、やべ。ちょっとやばいなこれ状況的に。一人やられてしまいました。早速、どうせ余裕だろうみたいな、死なねえだろ別にみたいな。いやー、やっちまったなこれ、やっちまったな。くー、やっぱあれか、無理に突っ込むのは良くなかったかな。関心、そうなんだよな、槍のやつそんなに防御力、そうだ、高くないんだ。高くなくてもなんか突っ込みたくなる癖がある。ガミル倒した、不甲斐なし。ちょっとあの春日っぽいな。仲間になんないか結局のところ。ちょっと増援部隊作るかこれ。ちょっと増援呼びますかこれ、せっかくだから。弓矢兵ですね、弓兵。あのさっきの槍くんの代わりの相手です。槍がね、槍棒が死んでしまったので、もうこうせざるを得ないわ。どっち行こうかなこれ。ビクター君どっち行こうか。もういっぺんに倒すっていう手もありかなこれ。いやどうだ、やってみっかとりあえず。ただね、これやっちゃうとあんま動けなくなっちゃうんだよね。だから後ろをね、そう、別のキャラでなんとかしないといけなくなるっていうね、苦しみ、苦しみありけり。回復するかみんなで。サラばっかり狙われてるからな、これ意図的だよな多分。体力の少ないやつから狙ってきてるよな、雑魚兵は間違いなく。そういう風にインプットされてんだろうな多分。よし、いや、ついに来たね向こう。ここはフィリッポでもね、頑丈だからな。フィリッポ打ち下ろしで向こう反撃できないか、ならいいや、地道にやっていくか、しょうがないもん。フィリッポ今1対5ぐらい、1対5みたいなことやってるわ今。すごい組合がすごい、組手してる。お、倒した、ナイスクリティカル。ナオミほんと強い。よし、あとは酒場のゴロつきだけだ。え、マジでサラ行くの。うーわー、容赦ねえなおい。あ、まだいたか、見えねえところで戦ってる、見えない、何が起きてんのこれ。よっしゃ、今行くぞ。アメリアが討伐する。アサルトピース、アサルトピース。おー、レベル上がった、いいね。やっぱ複数攻撃は本当に頼りになるね。ちょ、こいつから倒すか。当たんなかった、もお互いに当たってない泥試合。うわー危ない、やばい、サラがこれ死にそうだな。なんかなかったかな。うわ、フィリッポ囲まれてる、囲み取材受けてる。ちょ待って、これなんかさ危険かな、ここにまだいるの、居続けんの。ここにいちゃいけないかなこれ、また良くない癖出るかな。どうせ大丈夫だろうみたいな。やったれー、死なねえだろ別にそんなの、まだっていう。どうなんだろう、わかんねえ。ぶん回し、当たれ、当たんねえ、驚くほど当たんねえ。ぶん回し、ぶん回してるだけじゃ当たんねえ、やばい。ブナス、アブナスティック、アブナスティックサンダーストライク、ギリギリ。お前の番は来なかったようだな、チキショウ。強かったなこいつ。ピアスだな、ステルスピアス、スピア。でもあの槍くん強いけどさ、
アメリアとか他のキャラもなんか弓じゃねえ槍持ち始めた途端あんまり存在感ないかなっていう存在価値が薄れてきたかなっていう。だってナゴミの方が強えもんな。すっげえ遠くから撃てるもん。しかも高火力、一度ならず二度までも。怒りたがき帝国貴族が膝を屈するのか。こいつらまた来るのかな。こいつらまた来るのかしらね。お、あ、これ仲間になるパターンかな。もうね、このゲームのね、このとっとと殺せよっていう展開は、あ、来た、やっぱり目の敵にしているのか。なぜ、どうして、打倒。ちょっとジョジョっぽいな、ここノリが。どれだ、あ、やっぱ姉貴なんだ。アムリア本当に姉貴なんだこれ。てん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 、これ仲間になるパターンですからね。クッ、殺せイコール仲間になる。どうなんだろうな。エミリア、アメリアにも考え、名前似てるもんな。ビクター、割り込むな、空気読んでくれ。もう邪魔者扱いされちゃった。これどうなるんだ。んだと、しかし騒動の混乱の中ではぐれたお前を探していた。教会にかけたの、あ、今度のお前を探す人を集めるため。本当かな、これ信用すんのか。今からまさか信用しないでしょ、こんな言葉。こんだけ戦っておいて、うなわけあるかって言うだろ。人間を動かし、お前や大陸の情報を得るには地位が必要だった。その地位ゆえにお前と敵対することになったが、あれ、コロッとコロッとなった。あ、1コロ、すげえ、1コロ2コロ3コロと、これ仲間になるぞこれ。あ、仲間にはならないけど、これ手助けしてくれるだけかな。何でも使う。不運な孤児を生まぬよう作れるなら。脅迫じゃねえか、クソ。お、剣おしまい。ガミールも一緒に捨ておくわけにはいかない。こいつも謎の人物なんだよね。っていうことで、まあ話は終わったんですが、もう物の見事に仲間になれました。こんな強力な仲間が助っ人になると。で、枠があと一つ余ってるんで、あと一人誰かが仲間になるんだろうけど、多分俺はあのボード人のガルバリウスだと思うんだけどね。いや、これ楽しみだわ、これ。座ってよ。